アメリカ軍3兆円で中国包囲網を構築へ。先日、アメリカのインド太平洋軍が中国包囲網を構築するため、3兆円の予算を議会に要求したことが明らかになりました。インド太平洋軍は沖縄からフィリピンを結ぶ第一列島線に対してミサイルを配備したり、中国軍の動きを 生活かつ迅速に把握するため、宇宙配備型レーダー網を拡充したり、共同訓練を活発化させ、また、グアムの要塞化に向け、このような良さの要求を行っておりますが、デイビッドソン司令官は、オンライン講演にて、中国は地域の現状を力ずくで変更しようとしている。 インド太平洋の軍事バランスはアメリカ及び同盟諸国に不利になりつつある。沖縄の尖閣諸島への中国船の領海侵入や中国軍による台湾に対する威嚇飛行について深刻に懸念していると表明しました。まあ、こういったミサイルの配備、今後中国政府が日本に対して経済的な圧力を ほぼ確実にかけてくるものと思われますので、日本政府には企業に対して中国からの撤退や取引停止を要請し、可能な限り中国依存を減らしていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。